さあ始まりました、ナナニュースです。今日のニュースは何でしょう。桜でございますよ。えいへい、もう今しかねえ。そうなんです、うん、ここ奈良ならではの桜ということで、はいはい、今日の桜はこちら。 J2 優勝前祝い、J2、 そう、優勝前祝い桜ということで、あ、うん、まあ、どういうことやねん言わずとも、うん、まず映像を見ていただきましょう。なるほど、こちらでございます。はい、J と言いますとね、あー、なるほど、そういうことか、はい、奈良クラブだ。そういうことなんです。うん、こちらロートフィールド奈良、うんうんうん、ここが実は奈良初めてのJリーグのチーム、奈良クラブのホームグラウンドですよね。はいはいはい、はい。まあ、ここでイベントするとき、実は僕たちも、会社でね、人力車で、お手伝いしたりとかもさせていただいておりまして。うんうん、そうですね。この前も第7節の時にね、うん、お手伝いさせていただきましたね。カズコさんが行ってくれたんですよ、ね。はい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 。そうですそうです。なんかアイドルちゃんにも乗っていただいたりとか。いろんなイベントね、やっててね。そうなんです。本当に、試合だけじゃなくて、みんなで楽しもうっていう感じでしたね。うん、その周りに、実は、こんな桜が、実は一体ね、咲いているということでございまして。はいはい、ほんまやほんまや。そうなんです。うん、これね、実はサッカー場だけじゃなくて、うん、なんかいろんなスポーツの、相撲やって。はい、施設があるんですよ。あとバスケのコートとか、弓道場とか、これ最近できたらしいんですけど。あ、これ見ました、僕も、うん、その時に。そうローラースケート。こんなんできてるって。そうなんですよ。うん、そういう総合、運動公園。はいはいはい。ですけども、こちらの桜。うん、なんで、これ僕、これ言うたかと言いますと、うん、あれ今 J3 やん。そうなんだよ。J3 でしょ今。J3 はもう僕の中で優勝してます。優勝してんの、おめでとう。うん、まあ、はい。J2、ね。うん、果ては、僕はもうこう思ってますよ。はい。日本の J の頂きに。いや、夢あるなぁ。そうなんです。はい。え、でも、うん、なんでそれ桜の花見と関係あるの？はい。これはですね、うん、これ前にお話したかもしれないですけど、うん、日本古来の儀式でございます。花火というのは実は、はい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 、そう、収穫の神様が山から里に降りてきてくれた。うんうんうん、うわ、これで秋の収穫もう OK! みたいな、うんうんうん、ね。もう五穀豊穣やっていうのの前祝いが実は桜の開花なんですよ。桜とか言いましたよね。その収穫の神様の名前が、さっていう神様で、蔵、うん、っていうのは、座る場所、椅子なんだけど、うん、それが実は桜なんで、うん、桜ってなったっていう語源があるんですけども、うん、そう、こう日本の頂きに行けるんじゃねえかって。ああ、なるほど。そうなんですよ。このシーズンはもう、まず、もう優勝ね。いやー、すごかったですから、J3 に昇格して1年目で、うん、いきなり5位ですからね。ああ、そうやね。はい、監督さんもスペインの監督なんで、うん、ちょっとやっぱりね、スペクタクルなエンターテインメントサッカーをしてる。はい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 、はい、だからまあぜひね、これみんなでここ見に行って盛り上げれるんじゃないかっていう。確かにね、はい、いやぜひ行ってほしいですね。本当にイベントとして楽しい感じになってますよ、うん、なんかほんまにあれでしょ、このサッカー見に行くっていうのももちろんなんですけど、うん、その場所に行くと楽しくなるよっていう演出してくれてるんですよね、うんうん、そうですそうですそうです、うん、キッズたちに囲まれて僕も陽気な春気分を味わいました。あ、やっぱり人力車だ、人力車だ。どうも、子供たちいっぱい来てるんですよ。あ、なるほどね。サッカーを ね、好きな子供たち、うん、女の子も多かったし、うん、ただね、やっぱり花火だからってみんなちょっとやっぱ気分が浮かれるじゃないですか。あ、そこはもう平にちょっと抑えていただいて、うん、なんかあれらしいですよ、コンプラがない時代は、うん、結構明治時代ぐらいにちょっと遡ると、うん、花見の時にいろんなことして検挙されてる人の記録が残ってるんですよ。うんうん、はい、ちょっと簡単にちょっと調べてみたんですけど、うん、はいはいはい、これね、人におちょこを勧めすぎるやつが捕まってます。で、捕まんのそれ。どやお前いるやん、なんぼでもおんからつって。なんぼでもおんからこんなん。いや、これがね、わかんねや、捕まってるんです。明治時代進めすぎて3件捕まってます。3件あ、はい、そうですか。で、これもね、結構いいんじゃないかって言ったけど、まんじゅうの食べかけを勧めるっていう、ね、何やねんそれ。まんじゅうの食べかけ、まあ嫌やけど確かに。
これを進めすぎたっていうんでね、警察に500回になっちゃった。いや、ある程度仲いいやろ、そんなの。浅く花見一緒に行ってやったら。いや、でも分からへんよ。距離感ってそこら辺難しいから。いや、まあそうか。付き合いで行ってる人からしたら嫌やな。そうなんですよ。まあ、そういうのもね、あったっていう有名時代ですから。それよりは今、皆さんご存知のように、令和厳しくなってますから。いや、今、明治時代は厳しいよ、絶対そんな。まんじゅう進めて検挙されるんやったら。いや今よりコンプラ厳しい。怖いですよ、ほんまに。まあそうですね。まあ今もね、厳しいですけど。怖いですから。それだけは皆さんのマナーを守って、まあまあ、守ってお花見していただきたいなと。そうですね、節度に。ことでございます。それで言うたら、もうあの、飲みかけのコーヒーを置いてる大ちゃん、完全にこれ、謙虚ですよ。明治時代やったら。違いますよ。いや、こんな、セクハラにも該当しますよ。なりませんよ。もったいないお化けしかこうへん、それは。いや、そうか、うん。でもね、彼はそのね、自分の吸ったタバコの吸い殻をそこに入れるんですね。僕はそれ何回飲んだか。あと1回で僕多分アナフィラキシーショックで死んでまうんですよ。いや、これは謙虚ですね。いや、さすがに。そうですよ。これは謙虚ですね、確かに。今年残りね、あとわずかと思いますけども、桜楽しんでいただきたい。ということでございます。はい、なるほど。はい、ということで、ロードフィールドの周りに咲いている桜を、ご紹介いたしました。皆さんもぜひね、いろんな散歩にもいいところだと思いますんでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Yeah.